お持ちでしょうか。アートが大好きというこの2人がアートエキスポに行ってきました。アートって本当にいいな。こんなのがね、家にあると本当にいいんだけどな。ゆきさん、あの、忘れてませんか、僕のこと。そうなんですよ、今日もね、何点か出して。違うよ。違う違う、レポーターなんですよ。あ、そうなんです、皆さんね、新しいレポーター亀山まぶたと申します。よろしくお願いします。まあ、実は僕も絵を絵を描くんです。絵描くの？はい、まあ、これは友達の誕生日に描いたんです。描いたのね。はい。ああ、なかなかうまいね。もう絵っていうのはいいですよね、なんか自分の心にあるものを表現できたりとか。そうね、そうなんですよ、楽しいんですよ。はい、今日じゃあデビューとしてはこの場所は不足ないよね。でこいですね。はい、じゃあもういろんなね、素晴らしい絵があると思うので、ちょっと一緒に見てますか。はい、あ、でも行く前になんと今日はこの美のメガネというものを見たんですよ。美のメガネ、これをかけるとアートの深いところがちょっと分かるんですけど、僕はですか。じゃあこれで行ってみますか。行きましょう。じゃあ行こう。行きましょう。お、不思議な科学者発見。これなんか面白いんだけど。すごいですね、これ。これすいません。なんかどんなケースなんですか。これはブルーと言いまして、元々のオリジナルが、こういう風に2枚組で、これ今ワシントン DC にあるんですけども、それに基づいたコピーのようなものですが、海、波、山、砂浜を表現して、暗くなるとライトがつくそうです。当番組でも紹介したビクター・ミティックさん、今回の作品は結構過激ですね。あ、打ってるよ。あ、こうやって作ったんだ。すごいね。はい、本物の鉄砲ですよね。ね、すごい。よく当たったね、あそこに。はい、すごい。すごい。これは怖いな、ジーザスちゃん。いいだ、そういう人は。どんな作品なんですね、本当ね。どんなのがいいかな。すごいインパクトが作品もありますね。あ、ね、ここにね、はい、経験家たちの山本博さんのブースがある。あ、そうですか。うん、行ってみましょう。うん、はい、ほらほらほら、こんにちは。あ、山本博さんですか。はい、あ、亀山まぶたです。こんにちは。いや、すごい作品ですね。いろいろな種類 の、 あの絵がタイプの絵があると思うんですけど、桜の作品は、あ、それはですね、あの、はい、ハイパークの桜なんです。はい、はい、それで、あの、これ銀箔を使ったんですけどね、桜の白とちょっとピンクがかった色と金箔がすごくあのマッチするんじゃないかと思って描いたんですけど。綺麗ですよね。はい、でやっぱりそれあのモダンに見せたいなと思って描いたんです。なんかゆきさんがあやめが好きだとかって言っていて、イタリア製の金箔と、はい、上にはドイツ製の金箔と、ね、二重に貼ってるんですけど、はいはい、それで輝きがかなりあの輝いてると思う。昔はあの江戸時代なんか電気がなかったですから、はい、あの外の明かりを、金箔の屏風を立てたんですけど、外の明かりを、明かりを取り込んで、そのリフレクション反射で部屋の中を明るくするということも、はい、一つあったんです。それが目的じゃん。参加は今年で6回目という山本さんをはじめ、国内外からの多くのアーティストと芸術ファンが集まったアートエクスポ。何でもよく見えるメガネのおかげでアートの魅力、パワーを改めて感じました。